レン、オーディン、世界を救う。ロキ。ああ、彼を。舞台。うん。両夫。そうだ。どう。こそこそと目障りだ。大無理さってか。侮れぬ敵の数。オーディンもやるではない。まずは前線の拠点を抑えるため神に認められし者たちよ、この窮地お前たちの力で出してみせよう。人間の記憶に留め、敵を制圧する。果敢に攻めよう。いいけかくん、攻め時逃すべからず。敵を掃討する。記憶にうぬがぶ、見事ぞ。敵を滅せん。行くぞ。完膚なきまでに叩き潰す。時が惜しい。早々に決着をつけろ。当たって砕けないよ、突撃。あらな、そうだ、滅びの運命から逃れることはできない。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。連携の取れた良い動き、さすがは人間たちだ。このままではいずれ押し込まれてしまう。うぬがぶ、見事ぞ。君の勇姿を見て古い友人を思い出せよ。共に戦い、そして別れた日のこと。ロキ殿、何かおっしゃいましたか？いや、気にしないでくれ。今は目の前の敵に集中しなくてはな。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。56狙いたい。ここまでかの忍者の記憶に撤退するとかない。我らにて無双の武を示せ。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。おお、手を貸してくれるのか。ありがたい。共にこの敵を打ち倒そう。わあ、真の三国
まさにそう？失礼しました。その際捨てたものではないよ。雑魚のくせになかなかしぶとい。俺にも予測できない事態があるのか。厳しいようだな。だがこれ式で終わる私ではない。さすがです。あなたならばと思っておりました。礼は言った。もののふの意地引くわけにはいかん。来た、これとともにこの雑魚をぶちのめすぞ。なかなかやるな。俺も少し本気を出すとし。救援感謝します。やるじゃない。これがゼウスをもうならせた人間の力ってわけね。余興はこれくらいで十分だ。さあ奴らの根城を攻め滅ぼせ。直接わしを狙ってくるとはよかろう。神々の王が相手だ。敵の狙いは本陣か。一旦引いて守りを固めねば。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。手こずっているようだな。今より冥府の王が力を貸してやろう。さあ反撃開始といこうか。相変わらずのようだな。ハデス、わしより豊島だというのに随分と若く見えるだろう。まゆっくり話をするのは後だ。まずはオーディンを始末しないとな。男、何者だ。冥府の王などと名乗っている。わからん。いや、ゼウスたちとは親しいようだ。少なくとも敵ではあるな。ハデス、なぜ奴がここに。まあいい、邪魔をするなら排除するまで。子供騙しだな。そんなものが俺に通用すると思っているのか。ほう、やつもただの雑魚ではない。どちらが上か、いずれ決着をつけてやる。余計なことをしてくれたな、ハデス。我らにて無双の今回はここまでにして。オーディンは逃してた。仕方ない。残ったやつらを一掃するぞ。少しはやるようだ。みんなよくぞ耐えてくれた。今回の戦は各々の尽力により乗り越えられたといえ。さて
一段落ついたところでアデス、何か話したいことがあるのではないか。さて、よろし、ゼウスぞ。無論とか、うわ、そもそう、なん、すま、大方あれ、ま、もちろん分かってる。それはた、これは執着。オーディン、オーディン、今だから、おじ、めだから、はこれで、まな、そでは。